いいか。それがハンターだ。調和を目指せ。いざ。いよいよ初仕事ですね。それではクエストのルールを説明します。ルールその1、目的達成でクエストクリア。クエストには目的が設定されています。これを達成して初めてクエスト終了となるんです。今回はジャグラスを指定数討伐する。地図を見てみましょうか。ジャグラスとは調査拠点に向かう途中であったあの小型モンスターです。確かこの場所でしたね。行ってみませんか。ルールその2、支給品を利用しよう。支給品とは調査団から支給されたアイテムです。クエストごとに支給されます。先輩のそばの箱に入っていますね。必要なものをよく考えて持っていきましょうか。準備万全。ふむふむ。相棒。行くか。太刀は鋭い攻撃が得意な近接武器だ。錬気がたまれば鬼神斬りを繰り出せるぞ。ああ、気をつけろよ。攻撃するときは武器を構えろよ。能刀時と抜刀時ではできることが変わる。何かを調べたりアイテムを使ったりするときは武器をしまうのが基本だ。蜂蜜があるな。これがあれば回復薬グレートを調合できるぞ。採取物やモンスターの位置は私が生態マップに書き込んでおきます。こっちだ。目的のジャグラスです。さあ、お前一人の力でやってみろ。出ないとこの先生き残れない。ジャグラスが逃げたな。追うぞ。モンスターの素材を集めておけよ。加工屋で必要になるからな。こっちだ。
おっと。あるものはすべて使えよう。モンスターの動きが止まった。今がチャンスだ。離れて回復薬を使ってください。武器の切れ味が落ちたようだな。隙を見て気を締めろよ。よし、帰ってじいちゃんに報告するぞ。ご苦労。ああ。よし。相棒、二騎団の親方さんが呼んでました。加工屋に行ってみませんか。導きの青い星が輝かんこと。それではまた。Thank you.
ようこそ。はい、